人口減少地域が県内全域に広がっておりまして、この人口問題は、県全体に関わる重要な課題となっております。愛知県内の人口は、戦後、右肩上がりで推移していましたが、2019年の755万4000人をピークに減少し、今年4月時点で746万人となっています。 今日愛知県が開いた会議には、岡崎市、豊田市、西尾市、南千田町など、人口の減少が顕著な地区を抱える11市町村の首長らが参加。農林水産業の振興、地域交通の確保、空き家の活用という3つの課題に重点的に取り組むことを確認しました。今後、過疎地域でのライドシェアの開始なども検討していくということです。